明日の準優勝進出に向けた勝負がけ続いています。現在予選トップは3選手が並びました。長田選手に坪井選手、そして小池選手の3選手です。 G1 江戸川大賞開設68周年記念4日目、前半ラストのカードは予選競争の第6レースです。安定番使用します。対戦メンバー1号艇杉山博成、2号艇小根沢貴博、3号艇荒井翔吾、4号艇西山貴博、5号艇飯山康史、6号艇岡崎康博、以上の6選手です。高枠狙う戦いになります。1番杉山博成の陰線です。この杉山も予選トップ狙い位置につけています。2番の小根沢貴博、こちらも勝負がけ2コース、3コース地元3番の荒井翔吾です。このレース2着で 6.33、引っ張って角位置4コース、こちらも2着権利もしくは3着権利になるでしょうか。4番西山貴博が引っ張っての角、地元の5番飯山康史が5コース、そして大外6コース、ここまでオール3連帯で来ています。こちらも準優高枠を目指す戦いです。6番の岡崎康博です。1番杉山から人気になりました。2番の小根沢、3番の荒井、この2選手が人気対抗格です。予選競争6です。新人から1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒、スタートしました。1番外側6番の岡崎がトップスタートで1マークへと向かっていきます。1番杉山の陰線、2番のコレサーが差し込んできまして、3番の荒井がまくる、まくり出しは6番岡崎、コースを探す、バックスチに入ってきまして、1番の杉山がインから振り切りまして先頭です。3手差、2番手3番荒井とその内側から6番の岡崎、さらに内側から4番の西山、その後ろからは2番のコレサーは5番の飯山、スタート前提成長でした。一周にマーク、2番手争いは4番西山が先取り、外を使っていくのは3番の荒井でホームに折り返しました。差しハンドル6番の岡崎はわずかに届かず、2番手は4番の西山がここで一歩前へと出ます。差がなく3番荒井、6番岡崎と追走。レースは2周回目です。1番の杉山早くも大きく抜け出しました。2周回目1マーククリアしていきます。2番手6番岡崎が先制していきますが、差しハンドルで4番西山、お真ん中すごいとこついた3番の荒井ですけども、ここは2番手4番の西山、3番手2手審査3番の荒井です。その後ろは2番これさは5番飯山と並走、ラスト大きく離れて6番の岡崎になりました。2周2マークへと移ります。1番の杉山がトップで2周に幕をクリア、2番手が4番西山、3番手はくるっと回ってきた2番小根沢に対して3番の荒井が外からかわしています。現在の体勢は1番4番3番の体勢で大時計前をついて通過していきまして、レースは最終周回です。先頭は1番の杉山博成です。このレース人気の中心でした。1番杉山がトップで最終1マークをクリア、2番手が4番の西山、3番手3番荒井で最終1マークから最後のバックスーチに抜けていきます。体勢は1番4番3番の体勢で最終ターンマークに移ります。2日目以来の今節2勝目、そしてオール3連帯継続で予選ラストのレースになります。1番の杉山博成トップで最終ターンマーククリア、2番手が4番西山貴博、3番の荒井翔吾、3番手をキープしましてまもなくゴールを迎えていきます。インを仕切りました。1番杉山先頭で5塁、2番手4番の西山、3番手3番荒井5塁、5番飯山、2番の小根沢、ラストは大きく離れました6番の岡崎が最終ターンマークをクリアしまして、残り80切ります。49ところです。ラストで6番の岡崎ゴールインしています。以上、予選競争第6レースでした。